磯子間ツリークラブは、神奈川県横浜市磯子区陽光台に広がるゴルフ場である。磯子間ツリークラブは、1957年、神奈川県横浜市磯子で株式会社千代田組が、磯子区田中の所有地にゴルフ場を計画したことに始まる。1955年、磯子は、鉄道もないことから、横浜市は、根岸湾を埋め立て、工業団地を計画。根岸線の開通へと動いていた。千代田組は宅地造成を業務としていた。その経験からゴルフ場の造成へと歩んでいた。しかし、磯子区電柱での計画は用地不足により断念した。その後、磯子区栗木を探し出し、コース設計を依頼された舘明次は岩盤層で最適ではないがまずまずと賛成した。1957年6月25日、母体会社として横浜観光土地株式会社を設立した。1958年4月、工事は土木重機を導入したが、起伏と岩盤の多い難工事となった。1959年5月15日、18ホールのコースが完成し、正式開場した。だが、開場したその年から大胆な整形手術大改造が続くことになった。その結果、1番から18番まで開場当時の原型をとどめているホールはないというほど変貌した。そうしたコースを変えたのがコース設計家の大久保正であったコースの平坦化と近代化に努めた。コースは横浜市内の住宅地と好立地にあり、コースからは東京湾が一望できる丘陵地で自然の地形を生かした丘陵コースである。大久保正は千葉農業専門学校卒業、埼玉県朝霞のキャンプドレークに勤務、コース設計などを学ぶ。コース設計家、井上誠一の指導を受け、1972年、コース設計家として新設コースや既存コースの改造、改修を手掛けた。郵便番号 235-0045 神奈川県、横浜市磯子区陽光台6丁目43番24号。ありがとうございます。